レッドブル F1 がこんなになるなんて、誰か想像できたか？今シーズンもぶっちぎりだと思ってたわ。じゃあ今回は、レッドブル F1 が復活するにはどうしたらいいか？について考察していくぜ。レッドブル F1 は再生できるか？マックス・フェルスタッペンは、2024年シーズン開幕から10戦中7勝を挙げたものの、現在は8戦未勝利だぞ。序盤戦を見て、今シーズンもレッドブルで決まりだと思ったわ。本当にそう感じた人が多かったはずだ。レッドブルが不穏な感じになった出来事の一つとして、クリスチャン・ホーナー代表の不適切行為疑惑だ。シーズン開幕前だったわね。かなりチームに影響を与えたな。少なくとも、雰囲気には大きな影響を与えたわね。それから、天才デザイナーのエイドリアン・ニューウェイが離脱。結果、アストン・マーティン入りになったな。これは驚いたわ。それだけではなく、長年チームを支えてきた、スポーティングディレクターのジョナサン・ウィートリーも離脱。アウディのチーム代表に就任よね。追い打ちをかけるように、チーフストラテジストのウィル・コートネイといった重鎮もチーム離脱を決めた。コートネイはマクラーレンね。もしかしたら、たまたまなのかもしれないけど、かなりの痛でね。その通りだ。くしくも、ニューウェイが関わらなくなったタイミングで、RB20 の戦闘力が低下したよな。RB20 について、ニューウェイ先生が助言したけど、聞き入れなかったという話も出ているわね。そうだな。グランプリで何か問題が起きても、ニューウェイのアドバイスで改善したことも多かったらしいしな。そしたら、今もろに影響が出ているじゃないの。それに、ニューウェイ先生に憧れて、レッドブルに来たエンジニアもいると思うから、さらなる離脱がありそうだわ。自分が他チームの代表とかなら、ここぞとばかりに栄養はかけたいぜ。確かにね。チャンスだわ。ここで、持ち出すとはな。また、フェルスタッペンのメルセデス遺跡の噂もあったしな。あれは、現在も継続中なのかしら？どうかな？水面下でいろいろと動いていそうだしな。なるほどね。そういう状況で、フェルスタッペンは、ハンガリーグランプリ決勝で、クソみたいな戦略と切れていたしな。マシンの優位性がなくなってきて、気持ちのゆとりがなくなっているのかもしれないわね。見てる方にとっては、面白くなる展開かもしれないけど、そういった人もいるかもしれないな。あと、個人的に気になっているのが、セルジオ・ペレスが2023年のモナコグランプリで、マシンフロアを世界中に晒したことよ。確かにな。クレーンでマシンが撤収される時にかなり注目されていたしな。2024年も晒して、2年連続になるとは想像できなかったわ。他チームにとっては、直接のヒントにはなったかは不明だが、開発のヒントになった可能性が高いな。予算制限の状況下で、ペレスの度重なるクラッシュによる修理費で開発に影響を与えているしな。そうよね。アゼルバイジャングランプリでサインツジュニアとやらかしたしね。強引に行かずに、あのままポイントフィニッシュできてれば、チームにとっても良かったのに。本当にその通りだ。コンストラクターズランキングで、レッドブルはマクラーレンに抜かれて、41ポイント差の2位。3位のフェラーリにも34ポイント差となっているしな。ドライバーズランキングでは、フェルスタッペンが331ポイントでトップだが、ペレスは144ポイントで8位。こうして見ると、ペレスの影響が本当に大きいわね。レッドブルスタッフは、コンストラクターズランキングの順位で給与に影響する仕組みになっているから、これも良くない要因だ。悪い流れがさらに加速するわね。レッドブルはこれからどうすればいいの？うちのチャンネルで、こんなアンケートを取ったぞ。回答は、ホーナーとペレスを更迭が全体の約 49% だったぞ。すごいわね。ホーナーの単独交代を含めると、全体の 85% は、ホーナー更迭を望んでいるのね。そういうことになるな。解決策の一つとしては、ホーナーの更迭だな。確かにね。シーズン開幕当初と今を比べると、レッドブルのチーム価値は下がったしね。株主は、不満に思うはずだわ。そうだな。2026年からパワーユニット開発で手を組む、フォードにとってもかなり苦しいわね。そうだな。フォードの動きにも注目だぜ。こんなはずではなかったと思っていてもおかしくないぞ。ペレス更迭をして、その後のポジションに入るドライバーは、角田くんしかいないんじゃないの？ドライバー交代は、レッドブルグループの得意技じゃない。なんか過激だな。ヘルムート・マルコ博士も、チェコは悪くない。ただ遅いだけだ。と言ってるけどな。ペレスをかばっているけど、遅いって言ってるじゃないの。確かにな。本当は交代させたいけど、何かできない理由があると疑いたくなるコメントね。そういう見方もできるな。実力順だと、ペレスの代わりは角田くんでいいじゃない？そうすれば、VCARB の枠が一席空くから他の若手が活躍できるわ。そう思いたいぜ。角田は VCARB で、あれだけの活躍をしているからな。だが、ネットの報道とかを見ていると、現状厳しそうに感じるけどな。一部記事だと、角田くんには一貫性がないとか言ってるけど、そもそも、VCARB のチーム自体に一貫性がないじゃない。
おいおい、激しいぞ。ちょっと冷静になってくれよ。確かに、マシンのアップデートを外しまくっているしな。そうよ。そんなポンコツマシンで、あれだけの結果を出しているのよ。とにかく落ち着いてくれ。ところで、シンガポールグランプリで、リカルドがシート喪失。ローソンが残りのシーズンを戦うが、角田とローソンの比較がメインだぞ。そうよね。マルコ博士も、我々は将来を見据えなければいけない。そしてまた、比較もしたいんだ。ローソンは勇気と比べてどの位置にいるのか？そして、将来的に両チームの組み合わせはどうなるのかということをだ、とコメント。角田くんもローソンも、負けられないわね。その通りだぞ。さらに、マルコ博士はこう言っているぞ。我々には若いドライバーがたくさんいる。ハジャーやローソン、そして岩佐もいる。彼らをランク付けしていないのだ、とも発言。岩佐くんの名前が出てきてほっとしたわ。そうだな。ホーナーは、ジョージ・ラッセルも検討しているみたいだしな。どうなるかわからないぜ。今シーズン、残り6戦だから早めに手を打たないと、コンストラクターズタイトルは厳しいわね。まだ、マクラーレンを逆転する可能性はあるが、レッドブルのマシンの出来次第だな。2025年のリソースの一部を今シーズンに投入すると言っていたが、どこまで改善するかだよな。確かにね。個人的には、ホーナー更迭かドライバー変更といった目に見える形をとって、再生を図った方がいいと思うわ。チームの雰囲気をガラリと変えるためにも。そうだよな。それが今できる、現実的な対策だよな。やることをやってダメなら仕方ないと思うぜ。シーズン終わりがどうなっているか、ますます目が離せないな。他にも印象に残るレッドブル F1 の話題があれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。